なるほど。清野さんはね、これまた難しい役どころで、はい、ちょっと精神に障害を持っているミツという役を演じられたわけなんですが、演じられる上でいかがでしたか？あ、でも台本をもらった時に同時に監督にお手紙をいただいて、なんかそれが私はすっごく嬉しくて、初めて手紙をもらったっていうこともあって、で、まあ、台本読んでみたらすごく、まあ、さらっと読めてすごい面白かったし、頭の中でもうなんかミツが勝手にもう動いて、もう頭の中でもう生きてたので、なんか、あ、私もう多分ミツやる、絶対やるなって思って、でもう興味しかなかったので、もう実際撮影してみてすごくもう楽しかったし。監督は手紙にどんなこと書いてくるんですか？手紙にミツのその笑顔とその清野さんの笑顔、明るい笑顔はすごくぴったりだと思うので、まあ気持ち悪い内容ですね。それ結構気持ち悪いですね。普通その手紙もらったら速攻出るのやめますけど、ね、リリーさんにお手紙はなかったですか？僕もらってないですね。すいません。はい、俺さっきからずっとその手紙もらったんですけど、俺もらってないなと思って。もらってないでしょ？もらってない。あらららですよね。捨てられる感じですね。あれ、いや、さっき清野さん手紙の内容覚えてないって聞いてて、すごい覚えてるなと思って。読み返した感じですか？いや、なんか思い出しました。思い出した。なんですかこのイチャつきみたいな時間。ありがとうございます。さあ、そして小池さんは介助士の役というところでしたが、はい、いかがでしたでしょうか？楽しかったですね。その、まあ、技術的なことは指導の方来てくださいましたけど、基本的に私は、まあ、熊をちょっとこう熊と家族のように寄り添っている介助士の役で。で、まあ、ミツがそこに参加してきてっていう、こう2人の愛がどんどん育まれていく様子が楽しくてしょうがなかったです。自分がまあアクションかけるっていうよりもこう受け止める役だったので、撮影は仕事で行ってるんですけど、なんかその様子、2人の愛が膨らむ様子を日々見ているのが、現場行くの楽しかったですね。うん、ぴったりだったんで、2人がお風呂入れてもらってましたから、ね、あ、そう、お風呂ちゃんと入れましたよ。髪の毛シャラシャラシャって、小池栄子に髪を洗ってもらえるっていうのはもうね、男としてある種の上がりですよ。非常にスペシャルな。ちょうどね、髪もね、やってもらって。やりました。結構クールな感じでしたね。今受け答えがありましたっていう。奈々ちゃん？私もやりました。はい。まあ、だから本当ね、まあ本当今回その女優さんが奈々ちゃんもそうだし、小池さんも洋さんも大川光子さんも本当に包容力のあるなんか女性に囲まれて、ずっと撮影中にもう自分が介助されてるようなっていうか、本当なんかこう安心してなんかこう撮影ができましたね。はい、そんなリリーさん演じる姿を熊篠さんご覧になっていかがでしたか？いや、さっきの車椅子の練習とかもそうなんですけど、いや、もう遠巻きに見たらもう脳性麻痺のおっさんですよね。完全に脳性麻痺のおっさんになってましたね。すごかったです。そんなプロの人に褒めてもらえない。そうですね。いや、本当になんだろう、携帯模写というか、ご自分を客観的に見てるような、そんな気持ちになりますね。そうですね、ネタバレになるから言えないけど、ちょいちょいそういう場面ありますね。はい、まあ、顔もちょっと似てますし、僕は。よく言われますか？僕はずっと最初から似てる顔の人だなと思ってました。たまに言われますね。あと、なんか居心地の良さが、ね、熊篠さんも撮影現場にちょこちょこ来てくださってましたけど、リリーさんもそうですけど、とっても居心地がいいっていうのが、お二人がすごく似てるなって、緊張させないというかね。初めましてなんですけど、そうじゃないような雰囲気がすごく、私は2人似てるなと思って。2人とも緊張感がないですからね。ないんですよね。緊張しないんですよね。ゆるい空気がね、そうなんですよね、持ってますもんね。小池さん、なんか印象的なこう撮影中のエピソード。いや、もう言いたいこといっぱいあるんだけど、ネタバレになるから言えないなっていうのがあって。だ、結構海の最後、最後って言っちゃダメだね。ダメだよね。でも最後じゃないもんね。あそこ別に最後じゃないけど、結構寒い中の撮影だったりとか。2月に3人で海に入りましたからね。入るシーンは結構みんなプルプル震えながら。監督はずっと、その時雨も降ってて、監督はずっとそれ見ながら、雪になんねえかなとずっと言ってて。結構鬼畜だなあの人って。でもそれで言うと小池さんがもう男前にもうリリーさんとか僕とかスタッフとかみんなもうやだなやだなって言ってるんですけど、小池さん男前にガンガン入っていくからみんなで小池やっぱすごいなっていう男前だなって言ってそこで芝居じゃなくて滝に打たれてる時のデヴィ夫人みたいなそういう迫力がありました。系統はそうですね。清野さん何か思い出に残っているエピソードないですか？いやもうその海ですよね。なんかもう雪が降るって言われてる日に私たちは入ったのでもうすっごい寒くて、なんか体の服の中にお湯を毎回入れてもらって寒さをしのいで何回もそれを5時間ぐらいやってました。今考えればどうなのかね、あったかくしたり冷たくしたり急はやってると大体冬場にじいさんが風呂で死ぬのはその現象じゃないですか。なんか確かに危ないかもしれない。危ないですよあれ。今回演じられる上で、例えばリリーさんは熊篠さんの役をなさるのに熊篠さんからこういうふうにした方がいいっていうような例えばアドバイスみたいなものってあったんでしょうか？具体的にはなんかそういう話は、この人すごいシャイな人なんでどうしてくれこうしてくれって言う人じゃないし、監督とはもう始まる前に結構いろいろ話したりいろいろ意見を交換してやりましたからあれですけど、でも本当10年前からの知り合いだけど実際にその知ってるつもりでも役をやらせてもらうってことになって改めてこう初めて観察するというかね、観察していく中で普段意外とこういうことに不便なことがあるんだなとかそういうことに気づいていくっていうんですか。だから例えば同じバリアフリーだって言ってる店でも外で会うことがほぼですけどなかなか飲食を飲んだり食べたりしないんですけどね。でもそれは入り口にスロープがあったってトイレがバリアフリーじゃないとトイレに行けないから、だから食べるの飲むのを控えてたりとかっていうことはなかなか本当に今回その自分が熊篠君やらせてもらうっていう上でしっかりこうそういうのを見てたりとかしないとなんか気が付かなかったことなのかもしれないし。監督はいかがですか？僕はやっぱいろいろ細かいなんかアドバイスみたいなのないですけど、やっぱお会いした時がすごい衝撃的だったんで、それまで脳性麻痺っていうのはよく分かんないじゃないですか。劇中でもちょっとあるんですけどあんまりちゃんと喋れなかったりとかするのかなとかも思ったんですけど、すごいペラペラ喋りますし、完成披露に熊篠君来てくれてよかったなと思うのが、その今監督がおっしゃったみたいにその脳性麻痺っていう名前自体がすごく誤解を招きやすい、名前だからすごく知的障害を伴うんじゃないかとか言語障害を伴うんじゃないかっていうもう全部が全部そうじゃないけども、実際にこうやって熊篠君話したら全然ね流暢に喋るじゃないですか。当たり前だけど。なんだけど映画でいきなり熊篠君を見ないで俺がこうやって喋り出すと、なんだ映画だからご都合主義にあいつ喋ってんなみたいに思う人たくさんいると思うんですよ。なのでね、なんかこうそうですね、はい、度合いがいろいろみんな違いますからね。なんかこうそうですね。はい、ありがとうございます。